で、今日はですね、このチャーチ・チューリングの定律、これ定律ですけども、をやっていきます。の話をしていきます。で、もう一度この講義の主題ですけども、計算理論の話で、前半が計算可能性、後半が計算複雑性の話になってます。で、今日は第3回目で、このチャーチ・チューリングの定律って話をするんですけども、まず注意をするのは、来週は休講です。休校とかありませんので、ご注意ください。はい。でですね、初回に言ったことなんですけども、計算モデルといったら、計算主体を数学的に抽象化したものだということでした。計算主体というのは何なのかというと、計算キーだけとは限らず、計算をすると我々が捉えているものですね。それを計算主体と書いてますが、で、代表的な計算モデルに、たくさんありますということも話をして、いちいちそれらを紹介しなかったんですけども、この講義では、前半、この計算可能性の部分では、単純化したプログラミング言語を計算モデルとして使って議論をしていきますということを話して、前回このホワイルプログラムというのを紹介しました。で、ここまでが前回の話です。で、今日はもう2つ、この単純化したプログラミング言語を紹介して、それがループプログラムというのと、Go to プログラムというものです。で、これを紹介することによって何をしたいのかというのは、今からやっていく話の中でわかるんですけども、まずその今日の目標の前に、そのタイトルにあったチャーチ・チューリングの定律っていうのは何なのかということの話をします。先ほど言った通り、計算主体をモデル化したもの、抽象化、数学的に抽象化したものが計算モデルだったんですけども、ここに挙げている8個の計算モデルについて、この下に書いてあるような数学的な事実が知られています。何かというと、これらの計算モデルにおける計算可能性はどれも同じです。等価です。ってことが数学的に証明できます。前回ですね、ホワイルプログラムを扱って、ホワイル計算可能であるってことの定義をしたんですけども、同じようなことを、その各計算モデルに対して定義できます。例えば、チューリング機械という計算モデルがあったら、チューリング機械で計算可能であるということの定義であるとか、このタグシステムっていうものが計算モデルとしてあるんですけども、その時にタグシステムで計算可能であるってことの定義ができます。で、実は、チューリング機械で計算可能であることと、タグシステムで計算可能であるってことは、同値です。同値点は、チューリング機械で計算可能なものは、どれもタグシステム系で計算可能であるし、逆にタグシステムで計算可能であるものは、どれもチューリング機械で計算可能である。ということが、数学的に証明できます。で、数学的に証明をするというときには、もちろん、そのチューリング機械とか、タグシステムとかを定義する必要もありますし、そこにおける計算可能性っていうのを定義する必要があるんですけども、それはこの講義では行わないです。で、数学的な事実としてそういうことがあるんだってことだけをここではお伝えします。ですね。で、今はそのチューリング機械とタグシステムについて言いましたけども、それがここに書かれている8個の、あるいはその代表的なよく考えられる計算モデルでは、計算可能性を考えると、どの計算モデルも等価になるってことが数学的に証明できます。その数学的に証明できるというのは非常に重要で、だからこれ真理なわけですね。真理。真理。ちょっと赤の上に赤に書いちゃうちょっと見えないんで、色変えると。真理なわけですね。あ、黄色見えないな。困ったな。見える色がわかんない。じゃ見えるところに書けばいいんですね。見えるところに書けばいいんで。すみません。もう一度、色を戻して。あ、これは、だから、これ、真理なんですね。真理なんですね。だから、そういう事実があるってことは、まず一つ重要です。それでですね、前回、ホワイル計算可能性っていうのをやったんですけども、実は、この代表的な計算モデルの計算可能性と、ホワイルプログラムの計算可能性も、等価です。これも真理です。これも真理です。
だから前回ですね、ホワイル計算可能性とかホワイルプログラムっていうのを扱ったんですけども、それは、ここに挙げてる、この代表的な計算モデルと同じ計算可能性、計算能力っていうんですかね、計算能力を持っています。下に書いてます、ね。下に書いてある通り、ホワイルプログラムはこれらの計算モデルと同等に強力です。だから、この講義ではホワイルプログラムを扱ってるんですけども、それは、計算可能性を議論する意味では、この上に挙げているような代表的な計算モデルを扱っているのと、数学的には等価になります。だからですね、この等価性を使うと、例えば、今後そのホワイルプログラムについていろんなことを証明していくことになるんですけども、そこで証明されていることは、この上のに挙げているこの代表的な計算モデルに対しても成り立つということになります。まあ、その意味でホワイルプログラムを扱っているということになります。で、これを述べた上で、ここにチャーチ・チューリングの定律というのが書いてあります。これが、今回の講義のタイトルに入っていたものですけども、何かというと、我々が直感的に考える、計算できるということを、前のページで挙げた計算モデルによって計算可能であることとみなすという考え方です。でまずですね、言っておく必要があるのは、これは、数学的な真理じゃなくて、これは、どちらかというと、考え方とか、あるいは、まあ、仮説という言うと、ちょっと、言い方は悪いかもしれないので、まあ、考え方とか、どういうふうに言えばいいかな。まあ、考え方ですね。見方とか。まあ、そういうようなものであって、これは、数学的な真理、ではなくですね、まあ、数学的な真理じゃないというか、その数学的に証明できるようなことを、この緑色の枠の中で書いているわけではないわけです。でどちらかというと、まあ、そういうふうに見なしましょうという見方、考え方を言っているのが、このチャーチ・チューリングの定律です。まあ、定律と言わずに、上に書いてあるように、提唱とかですね、テーゼというふうな、まあ、日本語を使うこともあります。まあ、提唱をよく使うかもしれませんね。ちょっとこれは、ここでは定律にしてますけども。で、もう一度これ述べると何かっていうと、その前のページで述べた、前のページの点を見てみると、ここですね。この8個の計算モデル、あるいはホワイルプログラムによる計算可能性っていうものが、下の文に書いてあって、それが、この上に書いてある、我々が直感的に考える計算できることであるというふうに見なしましょうということです。初回にですね、その計算しているものいろいろあるんだってことを言ったんですけども、まあそういうものがその計算しているとか何かを計算できているっていうふうに我々見なすわけですけども、それはまあ直感的にそういうふうに計算しているなとか計算をできているっていうふうに見なしているわけですけども、それはこの先ほどの計算モデルによって計算可能であるということだと思いましょうというふうに考えるわけです。例えばその人間も計算しているというふうに思うんだけども、人間が計算できることっていうふうに我々が直感的に考えることは、それは先ほど挙げた計算モデルで計算可能であるってこととみなして同じであると考えましょうというような考え方です。まあ、そのように考えることで、その世の中にある計算できているという、あるいは計算しているとか計算するっていう現象を前のページだけだ計算モデルの計算可能性を使ってモデル化するというか、そのように考えることにしましょうというのが、割とこの計算理論では一般的になっています。その一般的な考え方のことをチャーチ・チューリングの定律というふうに呼んでます。一応ですね、もう一度言うと、先ほど言った通り、これは数学的な事実ではないので証明できません。これは考え方です。だからこの考え方にもちろん異論はあるかもしれませんけども、この考え方をよく使っているというのは、今の計算理論というか、伝統的な計算理論では、普通になっています。で、もう一個。そうですね。先ほどの、じゃなくて、先ほど前のページに言っていた通り、ホワイル計算可能性っていうのが、世の中の多くの計算モデルによって計算可能であるってことと、等価なので、我々が直感的に考える計算できるということは、ホワイル計算可能であるということとみなせるっていうのが、チャーチ・チューリングの定律の言ってることと同じになるということになります。いいですか？ここまでいいですか？ちょっとこれは、なんか本来上と下はちょっと分けるべき
スライドあったかもしれませんけど、1枚申し込めてしまいました。ここまでいいですか？まあ、ここまで何も言ってないというか、ただお話をしているだけなんですね。で、まあ、下もお話で、何かというと、ここは用語の定義をしています。何かというと、チューリング完全という言葉があるんですけども、まあ、その言葉を定義しています。で、何かというと、計算モデル M というのが何かあったら、まあ、例えばその、ホワイルプログラムであるとか、チューリング機械であるとか、タグシステムであるとか、まあ、そういうものですね。で、それがチューリング完全であるとは何かというと、チューリング機械で計算可能であることと、M が計算可能であることです。だから、チューリング機械で計算可能なことが M でも全部計算可能であれば、その M というのはチューリング完全であるというふうに言います。で、先ほどの前のページの数学的事実を認めれば、その前のページで挙げた計算モデルが全てチューリング完全になります。まあ、それはこの先ほどの数学的な事実と真理と、このチューリング完全の定義を組み合わせればすぐに出てきます。で、まあ、これ一緒に書いてあるのは、今まで説明してない事実ですけども、ほとんどのプログラミング言語はチューリング完全です。ただ皆さんが普段使うような、まあ、何を普段使うのかっていう、ここで言うとちょっと、よろしくないかもしれませんけども、まあ、例えば C 言語であるとか、Java であるとか、Python であるとか、Ruby であるとか、多分 PHP とかもそうなんですけども、まあ、PHP がプログラミング言語なのかというふうに、ちょっとそういう、哲学的な問いを置いといて、まあ、そういうものですね。まあ、そういうものが、お調べでチューリング完全です。この前のページで挙げた計算、前のページで挙げた計算モデルは全てチューリング完全と言っていたので、ホワイルプログラムもチューリング完全なわけです。だから、ホワイルプログラムが持っているような機能ですね。その足し算、引き算とか、ホワイル分のループ、反復ができるような構造、機能を持っていれば、それは簡単にチューニング完全になります。あ、これは今重要なこと言ったかもしれないですね。これ、ホワイルプログラムが非常にそのシンプルに作られているから、そういうことは言えるわけですね。ホワイルプログラムすごくシンプルなので、ホワイルプログラムが実現できる機能を持っているプログラミング言語は全部その時点でホワイルプログラム計算の可能なことができますから、そういうプログラミング言語は全部チューリング完全になります。チューリング完全になります。いいでしょうか。だから、今ですね、この講義ではそのホワイルプログラムであるとか、その、なんていうんですかね、よくわからない計算モデルを使って話をしてるなというふうな印象を受けるかもしれませんけども、それはある意味で、その皆さんが使っているようなプログラミング言語の話をしているんだというふうに思っていただいて、証明をするときにはそのシンプルな部分だけを考えているということになります。待ってくださいね。今、コメントは皆さんのところに流れましたか？画面に流れましたか？ちょっと流れてなかったかもしれないんですけど、今、記憶領域に関する制約は考えなくていいのでしょうかというコメントが流れたんですけど、それは見えましたか？見えてます？じゃあ見えてる方は大丈夫ですね。私の手元では見えなかったので、見えなかったらなんで分かったのかっていうのはちょっと別の理由がありますけども。じゃあ、まずその記憶領域に関する制約は考えなくていいのでしょう、いいのでしょうかという質問に考え、答えますと、それは、厳密に言うと考える必要があります。で、例えば、だから、我々、プログラミング言語を使っているときには、プログラムをするときには、そのハードウェアの制約を受けるわけです。ハードウェアの制約も受けますし、例えば、C 言語でプログラムをしようとすると、例えば、整数として、イント型とか、まあ、場合によっては論語型とかっていうものを使った場合には、それが表せる整数の幅とか、幅っていうか、その範囲が、まあ、これ決まっていたりするわけですね。でそういうものは本来は、厳密というか、真剣に、真面目に考える必要があります。だから今言ったですね、このプログラミング言語がチューリング完全であると言ってるときには、そういうハードウェア的な制約を、なくしています。なくしているというか、ハードウェア的な制約を一般化というか、抽象化しています。で抽象化して、例えば無限にそういうその記憶の、領域があるとか、まあ、そういうことを、仮定してます。仮定は、そういう形で、このプログラミング言語というものを抽象化してます。はい。で、そういうふうにその抽象化した上での話をしています。で、このチューリング完全になっているときには、
上の定義からにあるように、計算可能であるということを、その、計算モデルにおいて、定義する必要があるわけですね。例えば、その C 言語において計算可能であるとは何なのかとか、Java において計算可能であるとは何なのかということを、まあ、定義する必要があるわけです。で、その定義をして、チューリング完全であることを見ようと思ったら、それは数学的に証明することになるわけです。ですから、その数学的な証明をしたり、この計算可能であることを、定義するときにそういう抽象化が行われます。今言った抽象化っていうのは、そのハードウェア的な制約を無視するとか、無視するというか、その無限にあるということにするとか、まあ、そういうような形で、その Java であるとか C 言語で計算可能であることの定義をするということになります。で、その上で、このほとんどのプログラミング言語はチューリング完全であるという数学的な事実が導かれるという形になるというのが、本来私が意図していたことです。で、それを何も説明せずに簡単に言ってしまったので、ほとんどのプログラミング言語はチューリング完全という形で誤解を生むような表現をしたということです。どうでしょうか。本来はまあ考えなくてはいけないことなんですけども、そこら辺は抽象化していると思ってください。だから例えばそのオペレーティングシステムっていうのは、そのハードウェアのところを隠して、そのユーザーに対してそこら辺のことをまあ抽象化しているわけですよね。まあ、そういうようなものがこう積み上がっていって、数学的に極端に抽象化したような話を、この一番下の行ではしているというような印象で思っていてください。はい。それで、今日やるのは、その前に、チャーチとチューリングは、これ人名で、チャーチ、こちらですね。アロンソチャーチ、チューリング、こちらですね。チューリングの方はですね、これ映画になってるんです。映画になってる気が大丈夫ですけど、ね、チューリングが主人公の映画があって、イミテーションゲームという映画があって、まあ、これはですね、まあ、この話をすると今日また終わらなくなっちゃうんで、ね、嫌いですね。コメント流れてないですか？ちょっと待ってください、ね。そうすると、何かがおかしい。ちょっと共有の仕方をもう一回。じゃあ共有一回切って、もう一回、あれ？共有切れてないかな。共有、短切って、じゃあもう一回共有しますね。コメントちょっと一回流してみてもらえませんか？どなたか。コメントとかテストとかでも構わないんですけど。私が流せばいいのかな？あ、今テスト流していただきましたね。テスト。あ、流れないですね。ちょっと困ったな。どうしてかな？どうしてかな？すいませんね。もう一回コメント流してみてもらえませんか？あれをテストで。これは見えますね。これは見えてますね。あ、後ろに行っちゃってるんだな。だからこれはちょっとだから一回、ちょっと小さくして、もう一回、出せば、どうだろう。ちょっともう一回コメント流してみていただけますか？あ、後ろに行っちゃうんだな。どうすればいいんだろう。後ろに行っちゃうんだな。後ろに行っちゃうのってことだけ分かりました。何が起きているのか分かってる。だから、コメントは流れて言うけども、後ろに行ってるんですね。ってことは、ちょっと待ってね。共有の仕方をちょっと変えてみますね。共有一旦消して、もう一回、パッとしまった変なことですよ。共有の仕方を変えてみて。今、スライドは見えてますか？あ、ダメだな。スライドは見えてるけど、コメントは流れないですね。ちょっとじゃコメント流れないんですけど、私にはコメント見えてるので、すいません。じゃあ、質問がある場合は、コメント流してください。それで、私には見えてるので、コメントが出てきたら読み上げます。すいません。で、もう一度共有の仕方を変えます。共有の仕方を。して。すいません。なんでこうなっちゃうのか、ちょっと原因がわかんないので、今調べられないので、時間がないので、進めていきますね。で、今日やるのは、
そういうそのチャージ・チューリングの定律があるんですけども、その2つの計算モデルの計算能力が等価であるってことを実際まあどうやって証明するのかってことの、まあ、方法の一つを別の計算モデルでやってみようってことをします。で、それでその計算能力を比較するってことがどういうことなのかってことの話を例を使ってやっていきます。で、その例のためにこのループプログラムっていうのと GoTo プログラムっていうのを紹介します。で、この2つ、ループプログラムと GoTo プログラムとホワイルプログラムの計算可能性を比較します。ですね。で、重要な概念として、まあ、チューリング関連さっきやりましたね。これと構造的機能法と計算の模倣っていう考え方があるので、これを紹介します。で、まあ、この、まあ、下の2つはいろんなところで今後もよく出てくるかもしれない、まあ、重要な概念です。はい。では、やっていくのは、まず、ホワイルプログラムをちょっと復習をするんですけども、ホワイルプログラムは何だとかっていうと、データ型としては自然数しか使えませんと。0以上の整数ですね。で、変数とか記号はいくつか決まっているんだけども、右側のような、まあ、こういうのがホワイルプログラムですという話でした。で、ホワイルプログラムはどのようにして構成されるかというと、機能的に、再帰的に定義されるということでした。で、何だったかというと、変数 x に対して x プラス1を代入するっていうものはホワイルプログラムであって、x マイナス1を代入するっていうのもホワイルプログラム。あと、セミコロンで2つのホワイルプログラムをつなげてもホワイルプログラムです。あと、変数 x とホワイルプログラム p に対して、このホワイル文ですね。ホワイル x not equal 0 do p end と書いたら、これもホワイルプログラムです。という形で、ホワイルプログラムは構文的に定義されます。ということを言いました。で、まあ、このようにして文法は作られるんだけども、意味は、次の件ですね。x プラス1を代入するというのは1だけ増やす。マイナス1っていうのは1だけ減らすんだけども、0の時はそのまま。2つ並べたら順に実行すると。で、ホワイル文は、この x が0でない限り p を実行し続けるという、そういう意味だったということですね。これが前回やったことです。いいですか？これフルスクリーンにしてみるのかな？あ、これもうフルスクリーンなのか、これはすでに。はい、すいません。で、じゃ休憩の前に、ループプログラムだけ紹介します。で、ループプログラム紹介したら、なんだっけ、休憩しましょう。あっと、見えなくなった、ここで。ここで見えなくなったっていうのはどう？なんで見えないんだろう。いろんなトラブルがあり得るんですよ。見えないのが一番困るんだな。これ、こう変えると見えたりもしないですよね。見えなくなるんですよね、たまに。これが困るんですよね。ですね。このページに、線を書けるんだな。このページに書いてあるのは、ループプログラムの構成要素です。ちょっと、ファイルプログラムの時、構成要素は何だったかっていうと、ファイルプログラムはデータ型自然数で、まあ、変数と記号があるってことを言ってたんですけども、これと同じように、ループプログラムにも、まあ、データ型と構成要素があって、データ型は同じように、ループプログラムの場合、データ型は同じように自然数です。で、構成要素も、まあ、同じような変数がありまして、記号がちょっと変わります。記号がちょっと変わって、ホワイルドゥエンドじゃなくて、ループドゥエンドという形になります。それが、今度は出てきた。今度です。ループドゥエンドになります。ということですね。はい。だから、not equal 0っていう記号もなくなります。で、まあ、右のようなのがループプログラムの例ですね。まあ、こういう感じになって、これ実際その x1 と x2 と足して x0 に出力するっていうそういうループプログラムになります。それでですね、まあ、ちゃんと定義するので、また構文論からやっていくんですけども、まあ、ホワイルプログラムじゃない、そうですね、ループプログラムです。こう、使い回す、使用するかと間違えるんですけど、これループプログラムです。すいません。ループプログラムが再帰的に定義されます。で、どう定義されるかというと、初めの3つは、ファイルプログラムと同じです。
1たす1引くっていうのと順番に実行するんですね。で、4つ目、このフォワイルがない、なくて、それがループっていうのに変わります。で、ループ x do p end と書いたら、x の値の回数だけ、あ、すいません。それは意味論だった。すいません。こう書いたものもループプログラムです。はい。で、このようにして文法は定義されます。よろしいですか？で、意味論は、この1、2、3は、ホワイルプログラムと同じです。で、4番目のこのループのところだけが意味論に違って、これはちょっと先ほど口が滑りましたけども、言った通り、p を x の値の回数分だけ実行するっていうのが、このループ x ループ p エンドになります。で、さっきちょっと言い忘れたんですけども、1個戻りますね。戻るんですけども、この p という、このループ x ループ p エンドと書いてある、この p の中に、p という、ループプログラムには、x が変数として現れないってことを仮定します。仮定します。まあ仮定しないパターンもあり得るんですけども、このループプログラムではそういうことを仮定します。仮定するというか、そうでないとループプログラムと呼ばないというふうにします。だからループプログラムであるためには、このループ x ループ p エンドと書いたこの p の中には x が現れてはいけない。x っていうのはこのループの後に出てくる変数ですね。が現れてはいけないというふうにします。いいでしょうか。でそうすると、この先ほどのこのプログラムですね。x1 の値の回数だけ x0 に1を足します。で、x2 の値の数だけ x0 に1を足します。x0 はもともと0という値で初期化されてますから、これによって x1 プラス x2 の値が x0 にの値となって、最終的に x0 を出力すると、それは x1 プラス x2 になります。ということですね。よろしいでしょうか。これが、ループプログラムになります。で、後で、このループプログラムとホワイルプログラムの計算可能性を比較するんですけども、そのためには、ループプログラムで計算可能であることの定義をする必要があって、それは、これですね。ホワイルの時と同じです。何が同じかというと、この部分関数があった時に、それがループ計算可能であるというのは、傾向の入力に対して、その f、x1 から xk が定義されている時には、このプログラムの出力がその値であって、定義されていない時には停止しないという形ですね。でそういうプログラムが存在するような部分関数はループ計算可能であるというふうに言います。よろしいでしょうか。これホワイルの時と同じ定義ですね。で、これ前回もちょっと言ったように、その Ruby っぽく書くとどうなるかっていうと、Ruby にはこのループっていう、命令ないんですけど、いきますね。ですね、ちょっとじゃあ、似た、命令というか、ループを書きたかったらですね、その変数 .times と書きます。で、そうすると、その変数の回数分だけ、繰り返すってことができます。ただ、もちろんというか、Ruby の場合には、この do end の間で、この、times の前にある変数の値を変えてもいいので、まあ、それをやったりすることはあんまり、推奨されないんですけども、まあ、できちゃうので、まあ、そういう意味では、ループプログラムでないプログラムを同じような形でかけてしまいます。まあ、その点はちょっと注意する必要があるんですけども、まあ、それを除けば、その、ループプログラム風のプログラムを Ruby で書くことはできます。ので、まあ、そういう形で皆さんも試していただくことができると思いますし、実際これ、実行すると、ロード、アドループ、ダメだな、ループ、アップやってみると、3、4とかやってみると、7とかこう出てきますね。という形で、まあ、Ruby でループプログラムっぽいものは書くことができたりします。ので、皆さんも、お試しください。はい。それで、じゃあ、休憩の後に、GoTo プログラムがどういうものなのかってことを紹介します。じゃあ、休憩ですけども、ちょっと、
2分にしますね。なんか3分長い気がするんで、2分にしますので、2分休憩にします。休憩中も、もし質問があったら、流していただければ、私は見えるので、見えますし、ログが見えているので、その質問に答えますので、じゃよろしくお願いします。はい、それでは、続きをやっていきます。今、コメントスクリーン、こっちで再起動したら、多分、コメント流れるようになったと思うので、どなたかちょっとテストしていただけますか。どなたかとか言ってですね、拍手は見えますね。拍手は見えますね。大丈夫そうです。大丈夫そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、コメント流れるの待ってから流れてます。大丈夫ですね。見えてますね。ありがとうございます。じゃあ、GoTo プログラムっていうのをもう一つ紹介するんですけども、これはですね、まあ、ちょっと例から見るんですけども、これは割とですね、ホワイルプログラムや、ループプログラムとは違う文法も、違う文法というか、違う見た目を割としています。で、まあ、文法は後で説明するんですけども、データは自然数であるっていうのは変わりません。で、構成要素なんですけども、まあ、変数や記号があるのは、あるんですけども、それ以外にこのラベルっていうのがあります。ラベル。で、ラベルっていうのが、このプログラムの各、まあ、行の先頭にこう順番についてます。順番についてます。順番についてます。はい。で、ホワイルプログラムの場合にはホワイルとか、ループプログラムの場合にはループっていう、記号があったんですけども、この GoTo プログラムの場合には、if then とか GoTo とか false と、こういう記号が使われます。はい。で、じゃあこれを使ってどういうそのプログラムが作れるのかってことをまず文法から見ていきます。構文論ですね。で、構文なんですけども、こういう形をしています。まず、その、最終的に定義されないんですけども、ラベルがあって、まあ、ラベルは L1 か順番に、そのまま、その、行数の分だけあると、L1 か順番、L1、L2、LN、LN、あって、ラベルの後にコロンがついています。で、そのコロンの後に S1 とか S2 とか SN っていう、まあ、ここでは文と言ってますけども、文ですね。文っていうのは、英語でステートメントだと言いますけども。文章の文はセンテンスなんですけど、プログラミング言語における文っていうのはステートメントだと思います。はい。と、ステートメントの訳が文だと思います。はい。で、その文の後には、セミコロンが最後についてます。で、こういう文法です。で、この文が何なのかってことを今から説明します。はい。いいでしょうか。で、文っていうのが、
次のいずれかです。どれかです。まず変数に対して、x コロンイコール x プラス1と書くものか、x コロンイコール x マイナス1と書くものですね。であるか、ラベル L に対して go to L と書くものですね。か、変数 x とラベル L に対して if x イコール0、then go to L と書くものか、あるいは hold です。で、先ほどの例ですね、これ右側にありますけども、これもその文法に従って作られているとですね。ラベルがあって、コロンがあって、その後に文がある。で、この文は4番目のパターンですね。変数が x1 でラベルが l5 になっている。そういうパターンになっています。で、セミコロンがあって、次の l2 っていうラベルがあって、コロンがあって、次はプラス1っていう文が来ていると。で、セミコロン。そんな感じです。いいですか？だから、それで、この、右側に書いてあるのが go to プログラムとして、その文法、構文、ちゃんと満たしたものになっているっていうことはわかりますか？よろしいですか？それで、じゃあ意味は何なのかってことを言ってきます。で、基本が、これですね、基本ってなってます。ラベルの順に文を実行します。何かっていうと、はじめにこの L1 の下、次に書いてある、文を実行します。で、それが終わったら L2 に書かれている文を実行します。L2 の後にある文を実行します。っていうふうに上から下に順番に、まあ、上から順番にとか、ラベルの順に、実行していきます。はい。なんだろう。私若い頃、中学生ぐらいの頃に、初めてパソコンっていうものに触った時に、プログラムで使ってたのはベーシックなんですよね。で、ベーシックっていうのも、このなんかラベルがついてて、そのラベルの、順番に、プログラム実行していくとかってやつだったんですけども、まあ、そんな感じですね。そんな感じ。今誰もベーシック使わないから、でもそういうこと言っちゃいけないな。そういうこと言っちゃいけないので言わないで、で、それが基本です。で、ですね。で、5つのパターンの文があったんですけども、それはどういうことをするのかっていうと、x プラス1をしたら、これは先ほどの、ホワイルプログラムやループプログラムと同じように変数の値を1だけ増やします。マイナス1も同じです。ホワイルプログラムやループプログラムと同じです。で、go to L と言ったら、ラベル L に次の実行を移すっていう形でこれジャンプします。だから、アセンブラーとか、皆さん勉強したことがあると思うんですけども、まあ、そこにあるようなジャンプ命令ですね。ジャンプ命令ってあると思うんですけども、それの、を、まあ、go to と書いてるという感じです。で、そのジャンプ命令の条件付きなものが、この if, then, go to です。x が0であるとき、ラベル l に次の実行を移す。でそういう命令です。命令というか文です。で、hold に来たら実行を終了します。で、こういう意味論になります。で、先ほどの go to プログラムの例で、まあちょっとこれはちょっとこういうものだと思ってもらって、まあ割と直感的だと思うので、先ほどの例ですね。先ほどの例で、x1 を2、x2 を1とした時の実行がどのようになるのかってことを見てみましょう。まず1行目から始まります。これ基本通り。で、これは x1 が0だったら go to l5 なので、x1 が0かどうかってことをまず見ます。で、今 x1 これ2です。入力の値2です。ので、もうこの5行目に移ります。L5 に移ります。ここですね。ここに移ります。あ、嘘です。すいません。X1 は0じゃないので、移りません。移りませんから、基本に従って次の行に実行が移ります。これですね。L2 に行きます。そうすると、X0 の値1プラスしなさいってきますから、X0 の値1になります。ですね。で、次の行に行きます。行きました。そうすると、X1、1減らしなさいって言うから、X1 は1になります。いいですか？で、次の行行きます。4行目。go to L1 なので、ここで L1 に戻ります。ここですね。で、戻って X1 が0ですかってことを言います。言いますと、0じゃないから、そのまままた下に降りていきます。そうすると、X0 に1を足して、X1 から1を引いてって形で、X0 と X1 の値が変わり、4行目に行って go to L1 またやります。で、1行目に戻ります。で、そうすると今度は X1 イコール0っていう条件が満たされますから、5行目に飛ぶわけです。飛びます。飛びました。
そうすると今度は x2 が0かどうかってことを見るわけです。x2 もこれ0じゃありませんから、そのまま下の行を順番に実行していきます。ですか。そうすると x0 が3になって、x2 が0になります。x0 が3になって、x2 が0になります。で、8行目、go to L5 になってますから、L5 にまた戻ります。戻ると今度は x2 の値0になってますから、go to L9、L9、9行目に行きます。9行目ですね。で、行くと、ホールドなので、これで実行が終わるという形になります。で、最終的に x0 の値3が出力されるということになります。ですね。流れはいいでしょうか？こんな形で実行されます。なんか、アセンブラとかでプログラミングをよくする人、よくする人いるのかどうかわかんないですけども、よくする人、あるいはしたことがある人は、こういう形のプログラミングにも慣れてるか、見たことがあるかなっていう気はします。いいですか？で、これ、GoTo プログラムなので、なんか今、最近だから GoTo って言うと、その後に来るのはプログラムじゃなくて別のものなような気がしますけども、それを置いといてプログラムです。で、GoTo プログラムで計算可能なことっていうのをちゃんと定義すると、それはやっぱり、ループプログラムやホワイルプログラムと同じようなことを指すということになります。つまり、部分関数 F っていうのがありまして、その F が GoTo 計算可能であるということは、それ F、が定義されているときには、その定義された値を出力し、定義されていないときには停止しないというような GoTo プログラム P が存在することです。ですか。だから、定義の見た目そのものは、ホワイルプログラムやループプログラムのときと同じであるということですね。いいでしょうか。で、今ですね、この簡単な、プログラミング言語っていうのを、ホワイルプログラムとループプログラムと GoTo プログラムっていうふうに3つ紹介したんですね。で、その3つのプログラムにおける計算可能性っていうのを定義しました。で、今からやりたいのは、この3つのプログラミング言語の計算可能性の比較です。目標、今日の目標は、この今 3つプログラミング言語を考えるというか、定義したので、抽象的なプログラミング言語ですね。を定義したので、その計算可能性を比較します。でですね、なんか講義の組み立てとしていいかどうかわかんないんですけども、先に結論も言ってしまいます。その方が話しやすいと思ったので、先に結論も言ってしまいます。で、結論はこうです。何かというと、ホワイルプログラムと GoTo プログラムの計算可能性は等しいです。全く等しいです。つまり、ホワイルプログラムで計算可能なものは、GoTo プログラムでも計算可能ですし、GoTo プログラムでも計算可能なものは、ホワイルプログラムでも計算可能です。それを今から証明します。証明します。いいですか？証明します。と言ってみながら、証明はちょっと、お茶を濁すような証明ですけども、証明します。証明した気になります。で、一方で、ループプログラムっていうのは、それらよりも計算可能性が狭いです。計算能力が小さいです。真に小さいです。何かというと、ループプログラムで計算可能なものは、どれもホワイルプログラムや GoTo プログラムで計算できます。だけども、逆は成り立ちません。ホワイルプログラムや GoTo プログラムで計算できるものでも、ループプログラムで計算できないものは存在します。うん？と思うかもしれませんけども、そういうものがあります。実際に作れます。そういうもの。で、これを今からやっていくっていうのを証明していきます。っていうのが、この今日の残り45分ぐらいの目標になります。いいですか？なんかここまでで分かんないこととかありますか？証明も何もしてませんからね。お話しかしてないって感じなので。わかんないものでもないかもしれません。じゃあ証明してきますね。で、まずやるのは、これです。ループ計算、それでですね、そうか。じゃあ、まず順番なんですけども、まず、ループプログラムとホワイルプログラムの比較をやります。はい。で、その後で、ホワイルプログラムと GoTo プログラムの比較をします。で、そういう順番でやります。はい。で、まずやるのは、ループ計算可能であるならば、
ホワイル計算可能である。で、これをやります。で、どうやって証明するのかっていうと、ループプログラムには、ループプログラムがあったら、それをホワイルプログラムに書き換えられるってことを言います。それがここですね。それは前回やったみたいに、その、前回やったみたいにして今、振り下げて、それをやるために何をするかっていうと、ループプログラムにはあって、ホワイルプログラムにはないものって何だったかというと、ループ文なわけです。そのループ X、ループ P、エンドってこの文なわけです。で、これ以外は、ループプログラムも、ホワイルプログラムも、構成要素同じなんですね。だから、ループプログラムにある、ループ X、ループ P、エンドっていう部分を、ホワイルプログラムで書き直せれば、それで、あたかも、ループ X、ループ P、エンドっていうのが、ホワイルプログラムにおけるシンタックスシュガーであるかのように、ループプログラムを見直せるわけです。で、そう思うと、ループプログラムはどれもホワイルプログラムであるっていうふうに言えます。ってことをやっていきます。だから、ループ X、ループ P、エンドっていうシンタックスシュガーが、ホワイルプログラムにあるとして、それをちゃんとホワイルプログラムで実現できればよろしいということになります。でしょうか。これをやっていきます。それ次のページになります。で、ここで用語があるので、先に紹介しておくと、今からやるように、そのループプログラムをホワイルプログラムに書き換えることを模倣するというふうに言ったりします。模倣ですね。模倣すると。言ったりします。で、模倣っていうのは、英語でシミュレーションですね。これ一応書いておくと、これよく間違えるんで、シミュレーションとは呼ばないっていうことを、これ強く言っておきましたね、これ。よく間違える人がいるんで、シミュレーション。この英単語を見れば、もうシミュレーションとしか発音できないんですけども。模倣は計算なのかと言われると、模倣は計算です、実は。だからその書き換えるのは誰なのかってことなんですよね。書き換えるのは誰なのかってことなんで、これは、今から、だから、証明で言うと、人間が書き換えるわけです。で、これを自動的にやるもののことを大体コンパイラーというふうに呼んでます。我々は。だから例えば、その C 言語で書いたものをアセンブラ言語とかアセンブリ言語に書き換えるってことをよくして、それをコンパイルっていうふうに我々は呼ぶことが多いんですけども、そうではなくって、ある、プログラミング言語で書かれたものを別のプログラミング言語に書き直すもののことも、ある意味でコンパイラーと呼べるわけですね。例えば、フォートランとかわかんないかもしれない。フォートランで書いたものを C に書き直す、フォートラン to C コンパイラーとかっていうのも、あるわけですね。だからその書き換えるっていうのも、その計算だと思います。はい、その通りだと思います。はい。よろしいでしょうか。で、じゃあこのホワイルじゃなくて、ループ X do end、ループ P end をどう書き換えるのかというと、こう書き換えます。ここですね。で、こう書き換えると、これで、ループ X do P end ができます。何かというと、まず、Y という変数に X 代入します。はい。で、Y が0である限り、0でない限り、0でない限り、P を実行して、その後に P から1を引きます。で、そうすると、このホワイル文の中で、p 回だけ、あ、ダメですね。ホワイル文の中で、y 回だけ p が実行されます。はい。で、y の値はもともと x になってましたから、結局 x 回 p を実行して終わるという、ループ x ループ p エンドの機能がこれで作れるということになります。よろしいですか？で、この y、コロンイコール x っていうのは、本来はホワイルプログラムの構文にないんですけども、これは前回やった通り、遠い構文、シンタックスシュガーで、この代入自身もホワイルプログラムで書き換えられるというのが前回やった通りなので、それをやることで、ループ X ループ End っていうのはホワイルプログラムで書ける。つまり、ループプログラムはどれもホワイルプログラムに書き直せるということになります。よろしいでしょうか。
いいですか？よくわかんないですか？良さそうですか？はい。で、これで、これですね、ループ計算可能ならば、ホワイル計算可能であるっていう、その方眼関係ですね。さっきの方眼関係で言うと、ループの中に、ホワイルが、ホワイルが入っているって、この方眼関係は言えました。で、今から言うのは、この間にこのギャップがある。つまり、ループ計算可能ではないけども、ホワイル計算で可能であるものがありますってことを言います。で、それが次のですね。逆は何かない。何かというと、ループ計算可能ではないホワイル計算可能部分関数が存在すると言っています。これを今から証明します。で、これはいろんな重要なポイントがあって、じゃあまず証明の間から言いますね。ホワイル計算可能な部分関数として前回、停止しないホワイルプログラムがあるってことを言いました。例えば、インフループっていうその無限ループを1変数入力して無限ループするっていうプログラム、実際にあのホワイルプログラムとして書くってことをやったんですけども、だからこの無限ループをするっていうような、プログラムですね。とか部分関数で言うと、どの入力に対しても定義されていないという部分関数はホワイルプログラム計算可能なわけです。それを前回やりました。一方でですね、今から証明するように、ループプログラムが必ず停止します。これは重要です。これ重要ポイントです。ループプログラムは必ず停止します。無限ループに陥ることはありません。ってことは、停止しないホワイルプログラムはループ計算可能ではないということは言えます。つまり、このインフループっていう、ホワイルプログラムで計算している部分関数は、ループ計算可能ではありません。という形で証明が終わります。今からやるのはこれです。このループプログラムが必ず停止するって、これを今から証明します。ここまでいいですか、流れは。下につまりって書いてあるんですけど、ループプログラムで計算できるものは全域関数のみです。ですか。これもまた注意が必要な日本語で、ループ関数が計算できるものは全域関数だけなんですけども、どの全域関数もループプログラムで計算できるとは言ってません。いいですか？これはまた後で述べます。述べるっていう後でまた議論します。いいですか？ループプログラムでは全域関数しか計算できません。じゃあなぜループプログラムは必ず停止するのかってことの話をしていきます。それはここから補題になりますね。補題っていうのはその定理を証明するための補助定理です。ループプログラムは必ず停止します。で、証明の間、構造的機能法で証明します。この構造的機能法っていう言葉を聞いたことがない人はどれぐらいいますか？なんかない人なんか反応してもらえませんか？ない人多いですね。よしよしよし。まあ、今、この講義は、この言葉を聞いたことはないと思って作ってるんで、よかったんですけども、まあ、だから、こう聞いたことがあるっていう人にとっては、復習みたいな感じで、聞いたことないっていう人にとっては、まあ、ここで初めて勉強すると思ってもらっていいんですけども、何かっていうと、ループプログラムっていうそのものは、再帰的に作られ、定義されていたわけです。先ほどの例ですね。あ、全部出ちゃった。先ほどの例。そこ先ほどの例なんですけども、横に一行に書いたんですが、このプログラム、ループプログラムは、二つのループプログラムに対して、その二つをセミコロンで結んで、ループプログラムを作っているという形で作られているわけです。で、その二つのループプログラムっていうのを、この左側の枝と右側の枝にこう分けて書いて、今この木のような構造を作っています。ですか？で、左側の方、これはループ文で、ループ文のこの do と end の間、ここは再帰的に、ループプログラムになっているわけです。で、その部分をこの下に書いています。右側も同じですね。この中に入っている再帰的な、ループプログラムを下に書いています。そうすると、すべてのループプログラムっていうのはこのように非構造で書けるわけです。これがそのループプログラムを再帰的に定義しているってことの、まあ、意味ですよ。意味というか、再帰的に書けているから、このような非構造で、まあ、表現できているということになるわけです。
で、ここで考えたのは何かっていうと、今、あ、これデータポイントだった。今ですね、この、木をこの下の方から順番に見ていきましょうということをします。で、じゃあこの、一番下の左の方です。この X0、コロンイコール X0 プラス1。じゃあこの再、ループプログラム、これは停止しますかということを聞きます。そうするとこれは停止するわけです。X0 に1足して停止します。簡単な、つまらないループプログラムです。停止します。でそうすると、その上にあるループプログラムが停止するかどうかってことを考えられるようになります。何かっていうと、ループ X10、違う、ループ X1do、なんとか、エンド。このループプログラムが停止しますかと言われると、今、その構成要素である、この中のですね、ループプログラムが停止するってことが、下の部分から分かってます。いいですか？そうすると、停止するループプログラムを X1 回繰り返すっていうのが、このノードに書いてあるループプログラムが行うことです。つまりこれは停止するプログラムを X1 回だけ繰り返したら終了するわけですから、これも停止するってことがわかります。ですか？この中身が停止するから、中身を X1 回繰り返しても停止するとわかります。ですか？じゃあ右の方を見てみましょう。一番下の X0 コロンイコール X0 プラス1っていうのは左と同じなので、これ停止します。そうしたら、じゃあその上のノードに書いてある、このループプログラム、これ停止するでしょうかと言われたら、左側と同じような理由でこれも停止します。ですか？そうすると、この2つから、一番上の、もともと考えたかったループプログラムがどうなのかっていうと、その構成要素である、ちょっと聞けない。その構成要素である、このセミコロンの前の部分は停止するってことが、下の話から分かってますし、その右側のループプログラムも、この右の下の話から分かっているわけです。そうすると、停止するループプログラムを2つセミコロンでつなげただけのループプログラムがここに書いてあるわけですけども、それは停止するプログラムをただ順に実行するだけですから、これも停止します。ただこれ停止する。つまり、今考えたかったこのループプログラムは停止するということが分かります。よろしいですか？このアイデアを一般的なループプログラムに対して適用することで、一番上にどんなループプログラムがあっても、このように下から順番に見ていくことで、停止することがわかるってことを証明するっていうことになります。なんでこれが機能法なのかっていうと、その構成要素の小さい部分から順番に、それが停止するってことを証明していってるからです。いいでしょうか。これを一般的にやるわけです。一般的にやるっていうと、この一番上にあるプログラムがどんなプログラムなのかとかわかんないとできないんだけども、一番上にあるプログラムがどういう格好をしているのかってことは決まってるわけです。それは、プログラムが、ループプログラムがどのように作られているのかってことを考えればわかります。それは次のページです。ループプログラムはもともと変数に1を足すか、変数から1を引くか、2つのループプログラムが早いから。二つループプログラムがあったときに、それらをセミコロンでつなげたものとして作られるか、あるいは一つループプログラムがあったら、それに対してループ X、do、そのプログラム、エンド、という形で作られるかのどれかなわけです。だから一番上の格好っていうのは、この四つのうちのどれかになっています。ですか？その一番上のループプログラムが、この左側の2つのパターンだったら、これはすぐに、左の場合は1足して、停止しますし、2番目のものの場合には1引いて停止しますから、この2つの場合には必ず停止するってことがわかります。で、もしその一番上にあるプログラムっていうのが、この2つ並んでる場合ですね、セミコロンで。で、この時には、機能法の過程として、すでにこの下から上に順番にやっているときに、この P1 と P2 っていうのが停止すると分かっていると仮定しましょうと。仮定します。で、そうすると、この P1、セミコロン、P2 について何が言えるかっていうと、このセミコロンでつないだものは、P1 と P2 を順に実行するっていう意味を持っていたから、P1 が停止したら、その後 P2 を実行してまた停止するってことが、機能法の過程から分かります。
つまり、この2つつなげたものっていうのを停止するということが分かるということが、機能法の仮定から分かります。機能法の仮定から分かります。いいですか？じゃあ、一番上のプログラムがループって形をしている場合を考えましょう。でその時にも、機能法の仮定として、その構成要素であるような P がまず停止すると仮定します。その時に、このループ X、ループ End っていうのは停止するでしょうかと考えると、このループっていうのは P を X 回、繰り返し実行するっていう意味を持ってたので、P が停止するんだったら、このループ X、ループ End っていうのも X 回その停止するプログラムを実行して停止します。だからこれ停止します。つまり一番上のループプログラムの形がどれであっても停止するので、ループプログラムは必ず停止するということが言えます。これで証明が終わりです。いいでしょうか？今証明したんですけども、証明された気になってないかもしれませんけども。これ証明おしまい。今文で書いてませんけども、これ証明おしまいなんですね。どうでしょうか？次のページに一応文章として証明書くんですけども、書いてあるんですけども、今言葉で言った、あるいはこの図で私が説明した気になったのが証明です。これを今言ったことを文章ですれば証明になります。よくわかんないですか？いいですか？いいですか？ちょっと反応が薄いんで、なんか気になってるんですけど。そうですかね。じゃ反応があんまりないとそのまま進んでしまう。今言ったことを、証明にしたの、証明というか文章に書いたのはこれですね。まあ、文章読まないんですけども、今、図を使って説明したことを文章にしただけのつもりです。でこのように、その再帰的に定義されているものを、まあ、機構造のように分けていって、その機能、まあ、葉の方ですね、下の方から順番に積み上げていくっていうのが、構造的機能法の基本的な考え方で、それを機能法としてちゃんと書く場合には、その作られ方に関して、下でその生成が成り立っているんだったら、上でも成り立つということを順に積み上げていくということをするというのが構造的機能法です。これでそのホワイルプログラムとループプログラムの比較の話は終わりにします。じゃあ、ホワイルプログラムと GoTo プログラムの比較をじゃあ次にやるので、またじゃあ、その話の前に2分休憩しましょう。休憩。じゃあ2分休憩します。
はい、それでは、続きをやっていきます。よろしいですか？今やったのは、ホワイルプログラムとループプログラムの企画でしたけども、今度やるのは、ホワイルプログラムと GoTo プログラムの企画になります。で、まずやるのはですね、GoTo 計算可能であるならば、ホワイル計算可能であるということです。先ほどループ計算可能ならば、ホワイル計算可能だということをやったときには、ループプログラムをホワイルプログラムに書き換えたわけです。でも同じことをここではやります。つまり、GoTo プログラムをホワイルプログラムに書き換えます。つまり、ホワイルプログラムを使って GoTo プログラムを模倣するということをやるわけです。で、それをやるときにですね、ちょっといろんなまた、遠い構文があった方がわかりやすいので、遠い構文をいくつか導入します。早いかな？いいですか？はい。で、GoTo プログラムをホワイルプログラムに書き換えるために、ホワイルプログラムの遠い構文をいくつか作ります。で、一つ目ですね。これも前回 if 文をやったんですけども、前回の if 文とこの条件部が違います。前回条件が x のイコール0だったんですけども、今度は x イコール0になっています。で、まあ、これは割と簡単に実装できて、なんでかっていうと、前回 if then else もやってたんです。何かというと、if x イコール0then にしたかったら、この if then else の else の方でその p を実行するっていうふうにしてあげればよいっていうだけです。だから、この then の場合には何もしちゃ、本当はいけないんですけども、何かここに入れないと、ファイルプログラムにならないので、この y に1を足すっていう、この無意味な、ホワイルプログラムをここに作ってます。だから、この y、このイコール y プラス1っていうのは別に何でもいいんですけども、意味がないプログラムだったら何でもいいんですけども、これ書いてます。はい。で、私、else 文の方に、まあ、処理、else の方に、文ですね。else の方にその p の処理を渡せば、このイコール0にするっていう条件でもうまく if 文が作れます。いいですか？で、次に紹介するのは、これはややこしいんですけども、じゃあ x イコール2の時には p を実行するってこういう文です。これをやりたい。で、これちょっと難しいっていうか、私もこれ考えてて、あんまりいいのが思いつかなかったので、まあ、ここに書いてますけども、まあ、どうやってやるか。まあ、こうやればできるはずなので、これで書いてます。で、どういうのかっていうと、今までのプログラムに出てくる変数として、y と y プライムっていう2つ用意します。で、y プライムは、1を代入します。で、y の x を代入します。あ、そうか、代入するっていうのも、遠い構文で、あって、これをホワイルプログラムで書き直せるっていうのは重要ですね。はい。で、そうします。で、y が0であったら、y プライムを0にします。いいですか？で、y から1引きます。で、もう一回、y が0だったら、y プライム0にします。っていうのをやって、y から1引きます。で、これで、y が0であり、なおかつ、y プライムが0じゃなかったら p を実行するってことをします。で、これで、x が2だったら p を実行するということが実現できます。で、これが異様にわかりにくいけども、こうなってしまった。こうなってしまったという、まあ、自慢してるわけじゃないですけど、こうなってしまった。で、ちょっと、これはわかりにくいので、実行をやってみますね。実行の例をやってみますね。じゃあ、例えば、x がもともと2だったと仮定しましょう。2だったとしましょうと。そうすると、y に x を入れて、y プライムに1を入れるので、y は2になって、y プライムは1になります。で、それで、この if 文実行するとどうなるかっていうと、これ y は0だ。y が0だったら y プライム0にするんだけど、もうこれ y は0じゃないので、y プライム0になりません。で、次に、y から1引きます。1引くので、2じゃなくて1になります。ですか。で、次の行ですね。y が0だったら y プライム0にしますけども、y0 じゃないので、y プライムは0になりません。で、y から1引きます。
コスト倍はゼロになります。そうすると、この if 文の、条件はいたします。y イコール0ですね。で、そうするとこの中を実行するんだけど、この中の y プライムは0じゃないっていう条件も満たします。y プライム1だから。だから、2を、p を実行します。つまり、x が2だったら、p 実行するわけです。ここまでいいですか？で、問題はですね、x が2じゃなかったらどうなるのかってことなんですね。で、これ2パターンがあって、x が2よりも小さい場合と2よりも大きい場合です。で、それはじゃあ x が1の場合をやってみましょう。x が2よりも小さい場合です。で、その時には、で、初めの行で y に x 代入して y プライム1代入しますから、まあ、どちらも1になりますね。になります。そうするとどうなるかっていうと、まず初めのところですね。初めの条件は y が0だったら y プライム0にしますけども、これ y が0じゃないので、そうしません。で、次、y から1引きます。y から1引くとこれ0になります。で、これ0になるので、y が0だったら y プライムを0にするっていう、この条件が生きてきます。生きてくるっていうことは、ここで y プライムが0になります。よろしいですか？で、y から1引くんだけども、y はもう0なので、0から1引く場合にはこれ0のままっていうのがこのマイナスの約束だったので、これは y は0のままになります。ですか？そうすると、ここの部分ですね、この if 文が2つ連なったところで、p は実行されません。y プライムが0じゃないから。あ、0じゃない、ないと p 実行したいんだけども、y プライムは0だから。ですね、つまり、x が1だったら、この p 実行されません。なんでこうなったかというと、今ですね、ちょっと、これ書いておくと、あ、また、レーザーポイントじゃなくて。二進数に直してるという感じではないですね。次の場合やってみると、ちょっと分かるかもしれないですけど、ちょっとまずその前に、今これ、2だからこうしてるんですけども、2って何かっていうと、この部分ですね。この部分が2つあるんですよ。この部分って分かんないかな。if なんとかっていうのと、y から1引くっていうのは2つあるんですよ。例えば、この x イコール2じゃなくて、x イコール5とかだったら、この部分を5つ用意します。で、5つ用意すると、x が5よりも小さかったら、この5回これを繰り返している間に、y が0になっちゃうんです。あ、y が0になるんだけども、y が0にな、すいません、y が0になるので、y プライムも0になります。という形で、これが、この p が実行されないということになります。で、今やったのは、この x の値が2よりも小さい場合なんだけども、じゃあ2よりも大きい場合をちょっとやってみます。で、例えば、2よりも大きい場合なんで、じゃあ4にしますね。4にしましょうと。そうすると、y は、初めの行の代入すると、y は4で、y プライム1になります。で、初めの条件分岐やると、y0 じゃないので、y プライム0になりません。で、1y が減ります。で、減ると、これ3になります。3になります。で、もう一回これ、条件分岐見ると、y0 じゃないから、y プライム変わりません。で、y1 減ります。で、y1 減るんだけども、2しか減らないんですね、y が。y が2しか減らないので、y が0にならないんで、y が0にならないんですよ。y が0にならないから、p は実行されないということになります。何を言ってるかっていうと、x が2よりも大きかったら、最終的に y が0にならないので、この p は実行されません。で、同じようにじゃなくて、一方で、x が2よりも小さかったら、この何回か繰り返している間に、y も y' も0になってしまいます。そうすると、やっぱり p は実行されません。つまり、で、それで、x がちょうど2であるとき、ちょうど2であるときには、y は0になり、y プライムは、初めに設定した1のままになります。だから、この p は実行されます。ということになります。つまり、x が2のときだけ、p を実行するっていう、機能が、このホワイルプログラムで実現できるということになります。
よろしいでしょうか。だから二進数に直してるっていう感じではなくて、だから今、ちょっと途中で言ったみたいに、この x イコール2が、x イコール5とかだったら、この繰り返しが5回になるわけです。5回になります。今、この x イコール2なので、この部分ですね。この部分を2回繰り返しているということになっていると思ってください。どうでしょう。これ多分じっくり考えればわかると思うので、あるいはあれですね。また自分の好きなプログラミング言語で書いてみて実際に実行してみるとかですね。ただその時に重要なのが、マイナス1っていうのが、ホワイルプログラムの約束のように実行されるっていうのが重要です。普通にやってしまうと、0を引く1でマイナス1になっちゃったりしますけども、それは Ruby、ホワイルプログラムでは許さないので、それは注意して、実行というか、考えるようにしてください。いいでしょうか。で、これを使って、あ、そうか。あともう一個あって、これを使うと、その x が2のときに p1 を実行して、そうじゃなかったら p2 を実行するっていうような if then else も書けます。これは前回の if then else の書き方と同じようなことをしてあげればできます。ので、それは見ておいてください。これは前回と同じような感じになっています。先ほどのその if then が分かればこれも分かると思います。あ、それ分かんなくても前回の if then else が分かればこれは分かると思います。で、これを使って何をしたいかっていうと、Go to プログラムを while プログラムに書き換えるってことをしたいですね。それをやりましょう。で、どうするか。早いかな。いいですか。なんか不安になってきた。なんかここら辺の if 文とか演習問題にしてくれよかったなって後から思ったんですけど、そうすれば授業でやらなくてよかったから。でも、まあいいや、いいやというか、やりました。はい。で、これ Go to プログラムですね。これ括弧してますね。で、今 Go to プログラムは、N 行、だからラベルが N 個あるというふうに、します。仮定します。で、そういうプログラムがあったら、それを while プログラムに書き換えるときにはどうするかっていうと、まあ、適当な使ってない変数 y を使って、初めに y に1を代入しておきます。それで、ここにあるようなことをするんです。何かっていうと、y が0じゃない限り何かをするんですけども、1だったら p1 をやって、2だったら p2 をやって、点点点。で、y が n だったら pn をやるっていう、こういう if 文の羅列とか組み込んでつなげたものを作ります。このイコール1だったら、イコール2だったらとか、イコール n だったらっていうのは先ほどの、条件分岐の書き方で、書けるわけです。そういう遠い構文です。で、何かというと、この Go to プログラムにある s1 とか s2 とか sn っていう文、それぞれが、この while プログラムの中の p1、p2、点点点 pn に対応するように作ります。そして pi は次に説明する通り、si から作れます。p1 は、S1 だけを見て作られます。PN は SN だけを見て作られます。で、そうすると、Go to プログラムの文っていうのがどのように作られたのかってことをもう一度見直して、それに対応させるようなファイルプログラムっていうのを構成すればよいということになります。ですか。で、それを今から見ていきます。で、こんな感じです。Go to プログラムの文が、1足すとか1引くの場合、その場合には、ただ単に、このファイルプログラムの方でも x に1を足した1を引いていきます。で、その後に y に1を足します。これによって、先ほどの書き換え変えた方では、次にこのホワイル文の反復を行うときに、y の値が1増えたところの if のところで条件が引っかかって実行されるっていう、その次の文を実行するっていうことが実現できるようになります。ですか。そうだ、重要なことを言っておくべきだった。Go to プログラムが、アセンブラーみたいな感じだっていうふうに、さっき言ったんですけども、その意味で言うと、この y っていうのは、この while プログラムにおいては、プログラムカウンターの役割をします。で、プログラムカウンターの役割をして、この
GoTo プログラムの何行目を実行するんだってことを表す、まあ、変数になると思ってください。で、今言ったみたいに、この1プラスするとか1マイナスするっていうときには、プログラムカウンターの値を1増やすというふうにするということですね。で、GoTo の場合は、そのプログラムカウンターの値を、その飛ぶべき行の番号にします。だから、y に j を代入します。というふうにします。ですか？で、if then GoTo の場合には、これは何かというと、x が0だったら、ラベルの値変えるって言ってるんで、x が0だったら、ラベルの値を変えます。その j に変えます。でそうじゃなかったら、ラベルの値1増やす。次の行に行くので、そうじゃなかったら、1増やすという形にします。いいでしょうか。最後、ホールドの場合、これ停止しますから、y を0にします。y を0にするとなんで停止するかっていうと、その元々のこのファイルプログラムは、y が0じゃない限り繰り返すと言ってるので、0になったら停止するわけです。いいですか？だから今言ったこのような書き換えをすることで、GoTo プログラムをファイルプログラムに書き換えられるということが分かりました。よろしいでしょうか？いいですか？ありがとうございます。じゃあですね、あと、で、これは例ですね。先ほどのその GoTo プログラムを足し算をするっていうのを、ファイルプログラムに実際に書き換えた例ですね。ちょっとここ間違いがあったので、これ後で修正しますけども。こんな感じで書き換えられます。だから、その足し算をこれする、もともと GoTo プログラムだったんですけども、その足し算をするっていう方法を、まあ、別のホワイルプログラムで、前回紹介したものとは別のホワイルプログラムで書いてるっていう感じになってます。でそうすると、これたくさん遠い構文、シンタックス手段があるんで、それをまた書き換える必要があるんですけども、ちょっとそれをやると本当に長くなってしまうので、ここではそれは割愛してます。うん、なんかこの右側のプログラムを読むというだけでも大変かもしれませんけども、でもこれはまあホワイルプログラムで実現できているっていうことがまず分かってもらえればいいかなと思います。はい。で、次にやりたいのはその逆なんですね。ホワイルプログラムで計算できるんだったら GoTo プログラムで計算できますよってことなんですけども、ちょっとあと6分ぐらいなんですよね。授業の時間が。で、これ無理にやるよりは次回に持ち越した方がいいような気がするんですよね。なんか無理になると多分全然わかんないんで。と言っても3ページぐらいなんですよね。でも3ページぐらいだけども、これでもちょっと無理やりやろうとするといけないと思うので、じゃあ、授業としてはここで、今日は打ち切って、残りの部分は再来週ですね。おそらく。来週は、初めに言ったように来週は、お休みなので、再来週になりますけども、再来週はこの、まあ、この定理3.4と言っている、ホワイル計算可能であるならば、GoTo 計算可能であるっていう、今やったことの逆をやります。つまり、ホワイルプログラムを GoTo プログラムに書き換えるということを来週じゃなくて、再来週やります。で、まあ、それをやったら、まあ、どうなるかっていうと、ちょっとそれの、まとめだけはちょっとやっておきたいんですけども、今、こういうことが分かったことになります。何かっていうと、ホワイルプログラムと GoTo プログラムが計算できるのは同じである。これ、次回の証明をやることによって、これが完結します。で、ループプログラムが計算できるものは、それよりも真に狭い。ということを、まあ、これはやりました。で、特に、ループプログラムが計算できるものは全部、このトータルって、この全域関数でしかない。ってことを言ったわけです。で、ファイルプログラムや GoTo プログラムが計算できるものは、この一番大きな丸である、部分関数です。でそうすると、いろんなところにこう隙間があるわけです。で隙間があって、さっき言った、ループプログラムでは、全域関数しか計算できないと言ってるので、ここら辺ですね。ここら辺のその、ホワイルプログラムや GoTo プログラムであるけども、全域関数でないものは、ループプログラムで計算できないってことは、さっき言った通り。なんですけども、例えばですね、今、1、2、3っていうふうな印をつけたんですけども、ここら辺に当てはまるような関数が本当に存在するのかってことは今言ってないんですね。例えば1番。何かっていうと、ホワイル計算可能でない部分関数はあるのか。これ、前回もコメントいただいた話なんですけども、まあ、これは今後答えていくってことになります。2番目のところ。全域関数だけど、
ワイルド計算可能でないものがあるのか。これもですね、ちょっとこれは演習問題に後々なってしまうかもしれませんけども、まあ、これもその、この行為の中で、行為で、この授業の中で答えることになる、答えることになると思います。で、3番、このあたりですね、何かっていうと、ループ計算可能でない全期関数割れた。これさっき言ったことですね、その、全域、ループ関数が計算可能なものは全部全域関数である必要があるんだけども、全域関数の中にループ計算可能である、ないものはあるのか。ってことは今まだわかりません。今わかりませんっていうのはまだこの講義では何も言ってません。で、これは、このすべては、まあ、後の講義あるいは、演習問題になってしまうかもしれませんけども、その中で、まあ、どうなのかっていうことの結論は出したいと思ってます。はい。という形で、じゃあ次回は、この、ホワイルプログラムの GoTo プログラムに書き換えるって話から、やりますので、よろしくお願いします。では、残りの時間で、退出の前にコメントを書いて出していってください。じゃあ、コメントは今から、あれですね。チャットの方にありますので、チャットは出てくるかな。チャットは出てくるかどうか、なんかまた不安なんですけど、チャットは出てこないかな。ありますね。ちょっと今から貼ります。チャットの方に、リンクを貼りましたので、まあ、クラスルームの方からもたどれますが、ここで、今日のコメント書いて出していってください。もう一度言いますが、次回というか来週はお休み。で、その次の週に今日やり残したところからやっていきます。よろしくお願いします。一応次回の予告をしておくと、これですね。次回に告知しておくと、今までですね、この無分関数っていうのは、自然数をいくつか入力して自然数を出すってことしかやってないんですけども、いろんなその現実のプログラミングっていうのは別に自然数だけ扱ってるわけじゃないわけですよね。だからその自然数を扱うだけだとなんかいろんな制限があるかなって気がするんだけども、実はそうではないっていう話を次回します。で、それができると、プログラムを入力して、プログラムを処理するプログラムってことが考えられるようになります。でそれが重要なポイントになるので、それを次回になります。次回は2週後です。よろしくお願いします。じゃあコメント書いて今日は終わりにします。ありがとうございました。